はい、すいません、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。代表のフジテレビの長島です。お願いします。はい、2問あります。はい、まず1問目からですが、はい、本日職域接種会場や副校での水際対策を視察したご感想を教えてください。はい、本日職域接種の会場、そして、水際対策に取り組んでいる、現場を、視察させていただき、合わせて、航空ネットワーク、航空に関わっておられる皆さんのお話を車座で聞かせていただく機会をいただきました。その、振り返りまして思うことですが、まず、検疫につきましては、このオミクロン株の流入を最小限に抑えるため、毎日この大勢の入国者の方々お一人お一人に丁寧に対応しながら、最前線で水際対策を遂行してくださっている、その現場を見させていただいたわけですが、大変このスケールの大きなこのオペレーションを24時間しっかりと支えていただいている皆さんのご努力には心から敬意を表し申し上げます。しかし、こうした取り組みの重要性も改めて感じてきたところであります。そして航空ネットワークを支えている皆さんのこの具体的なご苦労も聞かせていただきました。まさにエッセンシャルワーカーとして、私たちの国民の生活、そして経済活動をしっかり支えていただいているということを痛感いたしました。合わせて職域接種につきましては、14日月曜日からは、この多くの 国の方々が往来するこの羽田空港における全日空と日本航空の3回目のワクチンの職域接種、本格的にスタートすると承知をしています。今後各企業などでこの BCP の観点からも職域接種、これが本格稼働していくことを期待しております。またもう一つ加えさせていただきますと、今日の意見交換の中でパイロットや整備士など航空分野の方々には高い専門性が求められています。この本日いただいたこの意見を踏まえて、航空会社のこの事業や雇用の継続、また業務プロセスの効率化への多面的な支援、さらには整備士操縦士の皆さんの育成技能向上に対する支援、そして接触機会の削減にもつながるデジタル技術の導入、こうしたことに取り組むことによってより働きやすい職場環境を作り、そして処遇改善もしっかり進めてまいりたいと考えています。まず1点目は以上です。ありがとうございます。はい、続いて2問目よろしくお願いいたします。はい、水際対策についてです。はい、経済界などから留学生、技能実習生、外国人ビジネス関係者の入国緩和を求める声が出ていますが、はい、具体的にいつ頃判断されるのか、また今後の水際対策についてのお考えを教えてください。はい、水際対策についてはさまざまな意見があるということは十分承知をしています。しかしこの基本的な考え方として、この変異種も含めたオミクロン株に対する科学的な知見の蓄積、内外の感染状況の変化、さらにはこの海外における水際対策のありよう、こうしたものを総合的に勘案していかなければならないと思います。その上で緩和に向けた検討、これを進めていきたいと考えています。ありがとうございます。はい、どうぞ。テレビ朝日の杉本です。はい、変わります。はい、政府は昨日、情勢が緊迫しているウクライナの危険情報を退避勧告を行う最高レベルのレベル4に引き上げました。はい、引き上げに至った理由とですね、現地の在留邦人の退避状況など、現状を把握していることを教えてください。まずウクライナ情勢については、政府として
この重大な懸念を持って、注視をし続けています。そして、国際的な緊張感、高まっているということを感じておりますし、予断を許さない状況にあると認識をしています。このためウクライナの危険情報をレベル4に引き上げた上、この邦人、ウクライナ在留の邦人に対し退避を呼びかけたということであります。政府としましては引き続き高い警戒感を持ってウクライナ情勢を注視していかなければならないと思っていますし、 G7 各国との連携、これも重要であると認識をいたします。その上で状況の変化に応じて適切に対応していきたいと考えます。以上です。はい、中国新聞の樋口と申します。はい、先ほどちょっと話題戻りまして、水際対策の緩和について伺います。はい、緩和に向けた検討を始めると今おっしゃったんですけども、これビジネス目的の入国であるとか、学生さんだとか、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、どういった方々をこう対象に緩和していくのか、またその入国上限の数なんかをですね、どういうふうにされるお考えか。はい、具体的な中身はもうこれから検討していかなければならないと思っていますが、従来からこの留学生の方、ビジネス目的で入国を求める方、さらにはそれ以外文化、スポーツ、さまざまな分野において入国を求められる方、こういった方々に対して国益の観点、さらには人道的な観点からですね、個別にこの判断をし、入国は認めてきました。そうした骨格は守りながらも個別の対応を行ってきたというのが現状であります。そういったことを行ってきましたが、先ほど申し上げましたさまざまな観点から、そのこの水際対策の骨格自体どうあるべきなのか、こういったことについて見直し、その要は緩和の方向で検討をしていきたいと考えているところです。おっしゃるように、その具体的にはいろいろなことを、この考えて、そして対応を考えなければいけないと思いますが、今申し上げましたような観点から、ぜひ検討を進めていきたいと考えます。以上です。中国新聞の樋口です。はい、この今現時点でその緩和の検討されるに至った大きな理由というのは何なんでしょうか。大きな理由、さまざまなご意見があります。しかし、大きな感染対策の流れの中で、考えていかなければいけない、こうしたことであると思います。そして状況がどんどん変化しているわけですから、変化の中でどうあるべきなのか、これを、検討していくということであります。あとよろしいですか。はい、方向で検討していくということだったんですが、時期のめどとかそういったところは立っていますでしょうか。はい、まず今の水際対策の骨格は2月末まで、ということで、ご協力をお願いしています。ただその中で、状況が変化していく、この科学的な知見の収集ですとか、内外の感染状況の差ですとか、そして国内の状況ですとか、こういったさまざまな観点、それから各国の水際対策も変化しているわけですから、そういった変化の中でどうあるべきなのか、見直しの検討をしていきたいと思っています。タイミング等についても、この変化の中でどうあるべきなのか、しっかり検討していきたいと思っています。